青汁王子こと三崎優太氏、青汁王子こと実業家三崎優太氏35が30日 X 旧 Twitter を更新。令和の虎に出ている某社長から3億円の振り込みがありましたという氏を受けたことを明かした。三崎氏は振込額3億円と表示された入出金明細照会を掲載し、急に連絡が来て、何の担保もないのにさ、貸すよって言ってくれて、半信半疑だったけど、本当に入金されてたとし、どう恩を返してよいかわからない、でも信じてくれてありがとう。最後の最後に救われました。これで月末を乗り切れると感謝。融資した社長について、三崎氏は特に仲良くもないし、そんなに深い関係もない。まさかこの人ってびっくりした。借りといて大変失礼だけど、本当にお金持ってるんだって思ったと率直に記し、今回の窮地に令和の虎の人たちには本当に手を差し伸べてもらった。そして最後の最後にこんな僕に3億円も貸してくれた。もう涙が止まらないトトロ。口だけの偽善者もたくさんいた。態度を急変して偉そうにするだけやつもたくさんいた。でもこうやって手を差し伸べてくれる人もいた。原文ママと振り返り、本当に困ってる時に受けた恩は忘れません。次は自分がたくさんの人に恩を返せるようになろうと思う。本当にありがとうございますと決意を記した。